はい、今回はちょっとねこの PC エンジンの本体だけを購入してしまって、あとどのようにつないだらいいかちょっと説明してほしいということだったので、そいつを答えていきたいと思います。まあよくですね、単品本体単体での販売もあります。そうすると比較的安く入手できるんですが、何をですねつないでいいかがなかなか分かんないとかあると思いますので、ちょっとその辺をですねいろいろと見ていきたいんですが、自分も実はこれスーパー CD ロムロムについていたものですので、まあ中古で買ってきたんですけども、いろいろとついてないものがありました。まずはこいつですね、あのテレビとつなぐための AV ケーブルですけども、このかなりぶっといやつです。このケーブルはですね結構汎用性があって、メガドラ1だったり、あとはマーク3なんかも刺さっちゃったりしますし、ネオジオですね、あの CD じゃない方、ネオジオにも刺されます。でそれを利用したのが最近出ましたね、コロンバスサークルさんからマルチ AV 端子ケーブルとして、まあメガドラ1、メガドラ2、PC エンジン、ネオジオ用のまあ端子ですね、 AV ケーブルが出てます。まあだいたい1000円ちょっとでしたけども、まあ特にレトロゲームをたくさんやる方はこういうのがあってもいいのかなと思います。もうちょっと安く済ませたいんであれば、あの純正品とほとんど似たような形のものがですね、まあ700円だったり800円ぐらいで売っていますので、まあすっきりさせたければこういうのを買ってもいいのかなと思います。でまあテレビにつなぐのはいいとして、今度は AC アダプターですね。 AC アダプター、こいつもですね比較的簡単に入手できますよね。でちゃんと本体の裏に書いてあります、専用 AC アダプター PAD105 か106のどちらか。まあ、ところがこいつはですねとてもどでかいんですね。重たくてでかいとにかくまあ昔のタイプですのででかいんです。まあ105、106ともにありますが、まあここのデータ読みますと 9V の 650mAセンターマイナスということですね。まあ純正品を探してもいいんですけども、やはりでかくて重たいので、実は結構ですねファミコンのものと代用が効いたりとか、もしファミコン用持っていればそれを使ってもいいですし、まあ1000円ぐらいですので、このようなね、まあサードパーティーじゃないんですが勝手に作ったものなんですけども、非常にコンパクトな AC アダプターが出ています。これなんとちゃんと PC エンジンにも対応していますので、非常にね扱いやすいかなと思います。いや昔はですね本当に知識ない状態、まあ子供なんですけども、小学生ぐらいでしたけども、勝手にねファミコンの AC アダプターに PC エンジンにつないでしまって、普通に動いてて、おお便利じゃんなんて思ってましたけども、いろいろ実は曲線だったり電圧だったりありますので、いや危なかったなと思いますが、なんと偶然にも同じでした。まあ、その辺の昔話は置いておいて、早速つけていきたいと思いますけども、あと1個コントローラーですね。コントローラーです。コントローラーに関して言えば、まあ中古で買えばいいかなと思います。純正品はですねこんな感じで、まあ純正品というか、ついていたものは同じカラーリングなんですけども、絶対この色じゃなきゃダメかと言うと、別にこのね同じやつじゃなくても PC エンジン用であればこのようなシャトル用も使えます。ブスッと。ですのでカラーを気にしなければ、まあ安いやつを買ってくればいいのかもしれませんし、揃いたいというのであれば同じカラーリングのねコアグラ2用のやつを買えばいいと思いますけども。ではここからはですね、本体以外は純正品というかですね、元からついてきたセットではないものをつないで、最終的にテレビに映し出してみたいと思いますけども、まずはこのコロンバスサークル製の
AV ケーブルですけどもね、まあ、2つ出てます。メガドライブ2用なんですけども、まあ、そちらではなくてですね、このでかい方メガドラ1だったり PC エンジンにつなぐやつですけども、そいつを早速ブスッと刺してぴったりですね。コントローラーもシャトル用が刺さってます。さあ先ほどのアクラスの AC アダプターですけども、まあこいつコンパクトということとね、プラグを折りたためたりとか便利なんです。さらに LED もついてますけども、ちゃんと PC エンジン対応を歌っていますので、極性も電圧電流クリアしてます。ではつなぎますと、こんな感じで全てのプラグがつながりました。ちょっとカメラの位置を変えてと、まあコントローラーはシャトル用で、 AC アダプターはアクラス、テレビにつなぐ AV ケーブルはコロンバスサークル製というものになってますね。 PC エンジン本体以外全てあの標準でついてきたものではないものになってます。ではソフトを起動してみたいと思いますが、ちゃんとつきましたね。AV 出力もできて電源も確保されています。じゃあコントローラー、動きますね。あれいきなりやられてしまいましたが、コントローラーのせいではなくて腕のせいですね。このようにちゃんとコントロールできます。いや、ずーっとねこのダライアスやってるんですが、一向にボスにたどり着きませんね。どういったことなんでしょうか。今回の件とは関係ないんですけどもね、スーパーグラフィックスとの比較を取りたいんですが、なかなかそこにたどり着かないです。まあ今回は特にいいんですけども、まあいずれにしてもですね、 AC アダプター、あとは AV ケーブル、コントローラー、すべて標準でついてきてないものなんですが、無事に映し出すことができました。よく中古市場でいろいろと眺めていると本体のみというものがありますけども、まあ、このようなね AC アダプターだったりつなぐケーブルだったり、そういうものがないということですので、まあ分かる人はいいんですが、分かんないとね何つなげばいいんだということになってしまいます。今回コアグラ2は比較的簡単に入手できました。ではまた。